ガレ自身の手による、自画像、シャルル・マルタン・エミール・ガレは、アール・ヌーボーを代表するフランスのガラス工芸家、陶器、家具のデザイナー、アートディレクター、企業経営者。ガレ作の花瓶、パリシリツ・プティ、パレ美術館像、エミール・ガレ1846年5月4日、ファイアンス焼きと家具の工場の息子として、フランスロレーヌ地方ナンシーで誕生。百五十八年に、 南シー定律高等中学校に入学。修士学、文学、哲学、植物学に優れた成績を収めた。1865年の秋から67年までドイツのバイマルに留学し、ドイツ語の研修とデザインを収めた。1866年から67年にかけて、マイゼンタールのブルグンシュベーラー社のガラス工場でガラス製造の技術を習得した。 1870年、プロシアとフランスの間に、不屈戦争が始まり、ガレは義勇軍に志願した。1871年に、プロシア軍は、フランス軍を圧倒し、パリに入場。敗戦国となったフランスは、フランクフルト条約により、ガレの故郷ロレーヌ地方の一部と、アルザス全域を割譲した。退役後、父について、イギリスを訪問し、 サウス県ジントン美術館を見学した。1877年に父に代わって工場管理責任者となった。1878年、パリ万国博覧会に独自に開発したツ工色ガラスや陶器を出品し、銅賞を受賞。また庭園装飾のための陶器で銀賞を受賞。1879年以後ほぼ毎年、販売品の大部分を登録したと考えられているが、 現存するアルバムは少ない。1882年、フランス北東部にあるナンシーの労働裁判所に、衣装登録用の29枚のアルバムを提出。これは1980年代初頭のオークションで、北沢美術館が入手した1884年、装飾美術中央連盟主催の、意識度そしてガラス展に出品し、金賞を受賞。1885年より、 ナンシー水利森林学校に留学中の脳、商務省官僚で美術に造形の深い高島徳造と交流を持ち、日本の文物や植物などの知識を得たと言われる。水墨画を得意とする高島は、ナンシーで400点ほどの作品を描いた。彼も高島から2点の絵画を譲られたという。このような交流が契機となって、彼は、 水墨画的なぼかし表現を伴う黒褐色のガラス、後に作者により、悲しみの花瓶と命名されたを生み出すに至る。1887年頃のことである。1886年、ナンシーの自宅近辺に建設した家具工房で製造を開始。1889年のパリ万博に大量の作品を出品、また自社製パビリオンを用意して、 展示作品の演出も試みた。その結果、ガラス部門でグランプリ、陶器部門で金メダル、家具部門で銀賞を受賞し、装飾工芸家として国際的な評価を得る。特に黒か主色のガラス素地を使用した一元の作品は評判が良かった。代表作にオルフェウスとエウリディケがある。1894年に家具工場が建つ敷地を買い増しして、 ガラス製造のための工場を完成させる。1898年には、マルケトリ技法、パチネ素材で特許を取得した。1900年のパリ万博に、大量のガラス機、家具を出品。再びグランプリを獲得し、ますます評価を高めた。1901年、エコールドナンシーの会長に就任した。1903年、パリのルーブルグーマル参館で開催された。 南济派ンに出品。1904年9月23日、白血病により死去、58歳。その後工房は、画家のビクトール・プルーベと夫人のアンリエットによって、経営を続けた。製造品目はエッチングによるカメを放理製品が、大半を占めた。1914年から18年の第一次、世界大戦中に一時製造を中止。1918年には、 娘婿のポール・ペルドリーゼによって製造を再開したが、1931年に会社は解散。工場の敷地は売却された。AB 池田真由美、文化が荒れ作品主体で辿る、普通人気芸術家のガラス工芸品、紙資料を通じ研究日本経済新聞日刊2013年7月19日、ナルトガレの森美術館黒壁スクエア。ありがとうございます。